キリストイエス様、この新しい朝をありがとうございます。御霊よ来たりませ。私たちの内深くにおられる御霊よ、この聖霊の風が聖なる響きとともに全地に運ばれていっていることをありがとうございます。主よ、この同じ御霊がすべての悲しむ者に、痛む者に流れていきますように。今日の初めから終わりまで主よ、あなたの御手に委ねます。あなたの願いだけがなりますように。すべてを感謝し委ね、イエス様、あなたの御名を通して祈ります。アーメン。おはようございます。私は北海道で生まれ育ちました。私の父はとっても真面目で仕事熱心で子煩悩だったんですけれども、母には厳しくって、よく小さなことで小言を言っていました。そういうストレスもあったと思うんですけれども、母はよく体調を崩していたんですね。でそういうなんか母の悲しみが娘の私にも流れていたのかもしれないんですけれども、私は本当に愛されているんだろうかって不安になることがありました。それは私が知らずに負っていた傷が苦い根となっていたのかもしれません。両親は愛情を注いで育ててくれたんですけれども、私の中に愛されたい、愛されたい、もっと愛されたい、傷つきたくない、傷つけられたくない、幸せになりたいっていう愛の渇きがありました。やがてこの人以上に私のことを愛してくれる人は現れないだろうと思って結婚しました。でもこの人も私と似たような傷を持つ人でした。それから娘が生まれて、その2年後に双子の男の子が生まれました。でも生まれるまで双子とは分からなかったんですね。そして私も全く想像もしていませんでした。親戚に双子はいないし、不思議に思ったんですけれども、でも一つだけ思い当たることがありました。それは生まれる1年ほど前に教会に行ったことです。その頃とちょっと原因は分からないんですけれども、情緒が不安定になって、こんなに情緒が不安定なのは、なんか私の中にこう中心になるものっていうか、確かなものがないからだって思ったんですね。それで教会に行けば私が求めているもの、なんか真実がね、分かるかもしれないと思って近くの教会に行きました。でそのすぐ後に子供がね、授かったってことが分かったんですね。これはただの偶然かもしれないんですけれども、なんかその時偶然以上のものを感じたことを覚えています。そしてお腹がね、膨らみかけている頃に教会の方々がアパートに訪ねてきてくれたんですね。そして私のお腹に手を置いて、赤ちゃんは神様から祝福されていますよって祈ってくださいました。で私は普通の会話の中で
祝福っていう言葉を聞いたことがなかったので、へーって思っていたんですね。そしたら突然赤ちゃんが動いたんですね。で、あ、動いたって、多分その時が初めてだったと思うんですね。で、なんかそのお腹の子がね、その祝福っていう言葉に反応したんじゃないかと思います。そのことが聖書に書かれているので、そこの御言葉をお読みします。エリザベツは聖霊に満たされ、声高く叫んで言った。あなたは女の中で祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。主の母上が私のところに来てくださるとは、なんという光栄でしょう。ご覧なさい、あなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、子供が体内で喜び踊りました。ルカの一章の41節から44節です。このマリアの声を聞いてエリザベスの赤ちゃんが喜び踊ったように、私の胎の実も喜び踊ったのだと思います。こうして私たちに祝福の種がまかれました。とさっき親戚に双子はいないって言ったんですけれども、実はずっと後になって、私のひいおじいちゃんが双子だったっていうことを父から聞きました。名前は鶴吉、亀吉って言ったそうなんですね。鶴亀なんてね、すごくおめでたい名前で、なんか当時もね、双子っていうのは珍しかったと思うんですけれども、よっぽどね、嬉しかったんだと思います。で、なんかこうしているとね、天にいるその鶴亀ひいおじいちゃんとかね、先祖の人たちがね、おめでとうって、生まれてきてくれてありがとう、幸せになるよってね、なんか神様の前でね、祝宴っていうか宴会をあげているような光景が浮かんできます。そして私の天に帰った両親も幸せになれよって言ってくれているなって思います。ではここで帰れて幸いであれを賛美したいと思います。帰れて
かとっても美しくて、なんか天の人たちが幸いであれって、なんかもう大合唱が私たちのために、一人一人のために大合唱しているような思いがして、本当に感動しました。とこうして息子たちは神様から祝福されて生まれてきたんですけれども、息子たちが1歳半の時に2人とも発達の遅れがあることが分かりました。それまで順調に育っているとばかり思っていたので、私は目の前が真っ暗になって現実を受け止めることができませんでした。当時はインターネットも普及していませんでしたし、相談するところも限られていたので、この子たちをこれからどうやって育てていけばいいんだろうって途方に暮れました。でもそんな中でいつも私を励まし力づけてくれる御言葉があります。ではその御言葉をお読みしたいと思います。あなた方のあった試練で世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。第一コリント10章の13節です。本当に試練なんかなければいいって思いますけれども、ここには試練と同時に、試練とセットで逃れる道が備えられているって言うんですね。当時はこの逃れの道のことなんてさっぱりわからなかったんですけれども、逃れの道が用意されているって思うだけで私のものではない力が湧いてきました。真っ暗なトンネルの向こうに光を見つけた思いになって、私はこの御言葉を握りしめていました。そして逃れの道があったらいいなっていうただの願望には終わらなかったんですね。神様は本当に逃れの道を用意してくださいました。その数年後、私は子羊の群れに導かれ、子羊の群れが私にとっての逃れの道だということが分かりました。子羊の群れに来て初めて聞いたのがピーター先生のインナーヒーリングのテープでした。主はピーター先生を通して、お前はそのままでいい、私はそのままのお前を愛している、もう頑張らなくていいんだよって語ってくださいました。あ、神様は本当におられたんだ。神様は今も生きて働いておられる。主は癒し主だったんだっていうことが分かって、もう喜びが爆発しました。逃れの道とはイエス様ご自身のことだったんですね。試練はあります。生きていると本当にいろんなことがあります。でもそれと同時に逃れの道が備えられている、これが本当に救いです。今回この逃れの道のことを考えていると、もう一つ御言葉が浮かびました。プロジェクター出してください。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに
傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。詩編139編の23節から24節、新改訳です。その頃の私は思い煩いでいっぱいでした。平安が欲しい、平安が欲しい、そればかりを願っていました。去年、この御言葉が賛美になって礼拝で歌われた時、逃れの道とは常しえの道のことじゃないかなって思ったんですね。二十数年前、初めて美津子さんに祈られた時、あなたは人間関係で随分苦労してきましたねって言われたんですけれども、正直あまりピンときませんでした。多分プライドがあってそのことを認めたくなかったんだと思うんですけれども、でもよく考えたら思い当たることばかりでした。私は息子たちが周りと同じようになることが息子たちが幸せになることだって固く信じていたんですね。そのためなら何でもしようって頑張っていました。人から後ろ指を刺されないように、人の顔色を見て自分の弱さを隠すためにもう強がっていました。そんな私の誰にも言えない弱さ、孤独を主はすべてご存知で、私に一方的に出会ってくださいました。これから逃れの道の賛美をしますけれども、この響きが今痛み悲しみ、そして病の中にあって平安が欲しいと叫んでいるその魂に届きますように祈りつつ賛美したいと思います。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることがないばかりか、試練と同時にそれに逃れる道
今から14年前2009年の礼拝の中でピーター先生はキリストの体にとって不必要な人は一人もいないと宣言されました。私はその時これは次男のことを言っているって思いました。次男はある高校の寮に入っていたんですけれども、ある日私が用事で学校にいると、次男は顔が変形するほど殴られて保健室にいました。なぜ、どうしてって頭の中が真っ白になりました。この子はこんな空気の中にいたんだって、胸が張り裂けそうになりました。私に心配をかけまいとしてずっと我慢をしていたんだって、それなのに私はせっかく苦労して入った学校なんだから頑張りなさいって言ってたんですね。次男に何が起こったのかを聞くと、クラスメートから濡れ衣を着せられたと言って体を震わせていました。私は次男がどうしてこんなひどい目に遭ったのか真相を知りたくて学校にお願いして、クラスメートと話をする場を設けてもらいました。すると彼らは少しも悪びれることなく次男のことをいてもいなくてもいい人、いる価値のない人と言い放ちました。私はあまりのことに背筋が凍りついてしまって言葉も出ませんでした。しかしその時です、どこからともなく賛美が響いてきたんです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。何とも言えない優しい響きがその場をひたひたと覆ったかと思うと、私の怒り悲しみがスーッと十字架に吸い込まれていくのが分かりました。そしてそれだけではありません。クラスメートたちの怒りや虚無、本当の愛を知らない孤独も十字架に吸い込まれていったんです。すると私のその怒りの感情がまるで水で洗い流されたようにすっかり消えてしまったんですね。私はこの時初めて生きて働く賛美の力を知りました。これは本当のことなんですけれども、そうは言っても我が子があんなひどい目に遭わされて、あんなひどい言葉を浴びせられてパニックしない親はいないと思います。でもなぜかパニックしなかったんですね。これは奇跡です。今思うとあの時何が起こったのか分かる気がします。父よ、彼らをお許しくださいは十字架上でイエス様がご自分を十字架につけた群衆のために祈られた祈りです。この賛美が響いてきた時、私はその目の前の現実はあるのに、なんかその現実から引き離されて
体ごと感情ごと別次元に持っていかれて、なんかもう一人の自分がその怒り狂っている自分を見ているって、なんかそんな感じだったんですね。賛美が私と怒りの間に立ってくれて、その十字架が私の怒りを本当に癒してくれたんだと信じています。本当に賛美は十字架そのものですよね。賛美は十字架の力、癒しそのものだと信じます。ではここで父よ彼らをお許しくださいを賛美します。
その後次男は学校を辞めて家に引きこもっていたんですけれども、自分から話してくれたことがあります。あの事件が起こる前、次男は別のクラスメートからしつこく嫌がらせを受けていたそうです。ある日、今日こそそいつを殴ってやろうと彼を呼び出して思いっきり殴ろうとしたその時だといいます。急に手首から力が抜けて、何度殴ろうとしても殴れなかった。手首がふにゃふにゃして殴るのを諦めたんだって言ったんですね。ってそんなことがあったんだ、でも主が止めてくださって本当によかったって胸をなで下ろしたんですけれども、そのクラスメートは息子がいじめられる前にいじめのターゲットにされていたってことを知って、私は胸が痛みました。それからだいぶ経ってからなんですけれども、この出来事を思い巡らしていると一つの光景が浮かんできました。なんと次男が拳を振り上げてその男の子を殴っているんですよね。まさかって。でもよく見ると殴られているのはその子ではなくてイエス様でした。イエス様は黙って殴られていて、優しい眼差しで息子をじっと見ておられました。しかも息子の後ろにはいじめで苦しんでいる子、そしていじめている子が大勢並んで順番を待っていたんです。またある時はいじめの加害者と被害者がイエス様を殴ろうとして順番を待っているその一番後ろに私が立っているのが見えました。そうだ、私こそイエス様を十字架につけた張本人だった。私は自分が何をしているかわからない。傷つけたくないのに傷つけてしまうもの。本当に主の許しなしには生きられない存在だっていうことをこの時思い知りました。こうして私は許しをしたはずなんですけれども、それでも何かあると自分を責めては落ち込むということを繰り返していました。でも去年、もうこんなことを続けていたらダメになる、何とかしなくちゃって思って祈り始めたんですね。その時思いに来たのは、いてもいなくてもいい人、いる価値のない人っていう言葉でした。この言葉は息子のことであって私のことではないってずっと思っていたんですけれども、実は私自身がすごく傷ついていたってことが分かったんですね。結局親である私自身のことを言っている、私の人格を否定している、そういう思いにさせられていたっていうことが分かりました。母親にとって子供はどんなことをしてでも守りたい、それが母親の本能だと思います。でもその一方で子供の責任はすべて親、特に母親が背負うところが大きいので、私は必死で子育てをして子供のためと言いながら、子供の評価は
自分の評価だと感じて、息子をこんなふうにしたのは私のせいだと自分を責めていました。でも責めるっていう行為はとっても苦しいですよね。それでもう責めをやめたい、克服しようってしました。でもいくら克服しようとしてもできないんです。それで分かりました。克服なんてしなくてよかったんです。そうではなくて、自分が責めてしまうものであることを認める、そういう自分を受け入れる、それだけでよかったんです。神様は責めや痛み、怒り、後悔、そういうものがなくなって真っ白になるから愛してくださるんじゃないですよね。弱くてもいい、問題を持ったままでもよい、そこにこそ私の力が働くのだよと言ってくださる、その優しい、そして力強い声が響いてきますと、御言葉を読ませてください。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。それだからキリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。だから私はキリストのためならば、弱さと侮辱と危機と迫害と行き詰まりとに甘んじよう。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからである。第二コリント12章の9節から10節です。主はすべての人に、そのままのお前でいい、そのままのお前だからこそ私はお前を愛しているのだよと言ってくださいます。だからどうしようもない肉を見せられても、もう苦しまなくてもいい、それを喜びとしたらいいんですよね。とまた責めの話に戻るんですけれども、責めは私一人の問題じゃないっていうのは何か思ってたんですけれども、3月の週報「責めに癒しが来た」というのを読んで、皆さんも読まれたと思いますけども、私は目から鱗が落ちました。渋田由紀さんの書いた週報「責めに癒しが来た」を抜粋してお読みします。私たちは時に人から責められたと痛みますが、その究極は自分で自分を責めることだと思います。そして責めはキリストの体を信じることを妨げます。そこには責められることへの恐怖の根があるからです。人は人を愛したい、愛し合いたいと願っているのに、同時に人を信じられない、愛し合えないとする土台は責めではないかと最近思うようになりました。責めはキリストの体を信じることを妨げる。そうなんですよね。言われてみればそうなんです。責めはキリストの体を傷つけることだったんですよね。これは十字架で全ての罪を終わらせてくださったイエス様にとって究極の悲しみだと思います。確かに私たちには責められることへの恐怖の根があります。でもその根を自分の力で取り除くことはできません。それができるのは十字架だけです。聖書にも、主は常に責めることをせず、また常しえに怒りを抱かれないと詩編の103編にあります。主は一切責めていない、責めているのは自分で自分を責めているだけです。責めることによって、これ以上私の中に入ってこないでってガードしているんですよね。そして自分を責めるっていうことは、同時に
周りをも責めることです。これがキリストの体を傷つけることだって思います。しかしそんな私に、私たちのために賛美が与えられています。賛美が私たちの最も弱いところに注がれています。許しなきしには生きていけない、そんな私たちのためにこうして賛美が洪水のように注がれています。この主の恵みに心から感謝して献金の時を持ちたいと思います。ただ許されて、ただ許されて、神の願いに生きる。主ありがとうございます。あなたのその許しが全地に満ちています。主よ、あなたのその愛が、光が痛むうちに、痛む人々に見せていることを本当にありがとうございます。あなたの恵みがとこしえになりますように、心から感謝し、あなたの御名を通して祈ります。アーメン。私はお正月に東京に帰りました。東京には私の家族が住んでいるんですね。で、帰るにあたって、去年持たれた総会コンサートの優しい響きが私の家族にも届いていることを見せてくださいと祈っていました。そして久しぶりに息子たちの家に泊まって話をしていると、長男がね、小学生の頃友達と話していたら、うちが他のうちとは違っていることが分かったって言ったんですね。ああ、まあそりゃそうだよなって、私は怒ってばかりいたし、本当にそうだなって
聞いてたんですね。そしたら今度は何を思ったのかね、また長男がね、あの時って言ったんですね。で、あの時としか言わなかったんですけれども、私はそれを聞いてピンときました。長男にとっても私にとっても思い出したくもないあの時のことがはっきりとよみがえりました。先ほども言いましたけれども、私は息子たちが幸せになるためにはみんなと同じようでなければならない、周りと違っていてはいけないって信じていたので、毎晩つきっきりで勉強を教えていました。ある晩、もう私はもうやってられないって、もう頭に血が上って怒りを爆発させてしまいました。その時長男が私をもうギッと睨みつけたんですね。普段は穏やかな長男の今まで見たこともないような怒りの目でした。その目を見て私ははっと我に返ったんですけれども、ああとんでもないことをしてしまった、取り返しのつかないことをしてしまったって、なんかもう虐待という言葉がちらつきました。今回あの時のことを思い巡らしていると、主にね、あの時あの場に主はあなたはおられたんですかって、あの生き地獄の中にもあなたはおられたんですか、もしおられたのならどうしてあんなことを許されたんですかっていう思いが湧いてきました。そうしているとなんか突然目の前がパーって明るくなったんですね。って。そしたら、苦しみそのものが光を放っているってなんか聞こえてきたんです。って苦しみそのものが光を放っている、あ、そういうことかって、これは苦しみそのものが苦しみが光となるアレルヤの一節なんですけれども、私は初めてこの歌詞を見たとき本当に度肝を抜かれました。この歌詞をちょっと読ませてください。私の抱えるさまざまな苦しみに光が当たったのではなく、苦しみそのものが光を放っている、すでに光となっている、私は苦しみではなく光を抱えていた、光を抱えている喜びにアレルヤ、光にアレルヤ、アレルヤ。苦しみそのものが光を放っている、すでに光となっている、しかも私は苦しみではなく光を抱えていたってね、もうすごいですよね。もうこんな発想私のどこを探してもありませんけれども、十字架によってすべては癒され光となっている、これが事実です。これが十字架の真実ですよね。あの時あの真っ暗闇の中にも主は確かにおられました。だから長男はあの時のことを言えたのだと思います。消してしまい過去、もう本当にそういう過去ってどの人の中にもあると思うんですけれども、そのどんな闇にも光は届いています。そしてこの光は過去だけではなく現実の私たちの目の前の問題にも届いています。病、不安、恐れ、そしてその大地震や終わらない戦争、泣いている子どもたちの悲しみ、苦しみ、
それもこの天の賛美によって光となり癒されている。本当に感謝です。それでは苦しみが光となるのをアレルヤを賛美したいと思います。アレルヤ、あの時私は息子の目の奥にイエス様の悲しみの眼差しを見ていたのだと思います。イエス様は十字架上で、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分で分からないのですと祈られました。あの悲しみをたたえた眼差しによって、息子も私も癒され、喜んで生きるものとされました。息子たちは今では家を出て独立して、経済も守られて、自由にのびのびと暮らしています。
こんな日が来るなんて本当に夢のようです。もう本当に神様にはできないことは一つもありません。息子たちがお腹の中にいるとき、主がまいてくださったあの祝福の種、あれは本当の本当でした。息子がいじめられたときも、私が息子をひどく叱ったときも、主は私たちのすべてを守ってくださいました。主が息子たちを育ててくださいました。あの初めの祝福が私たち家族を守ってくれたんですね。私たちはみんな神様から祝福の種をまかれて生まれてきました。この種は何倍、何十倍、何倍、何万倍にも成長して豊かに実をつけます。そして祝福の種をまかれたものは、今度はその種をまくために出ていきます。この天の賛美を携えて、どこにでも、いや地の果てまでも使わされていきます。最後にネゲブの川のようにを賛美するんですけれども、そこの御言葉をちょっと出してください。主よ、どうか我らの繁栄をネゲブの川のように回復してください。涙をもって種まく者は喜びの声をもって刈り取る。種を携え涙を流して出て行く者は、束を携え喜びの声を上げて帰ってくるであろう。ネゲブはエルサレムの南に広がる砂漠で、草一本生えていない荒涼とした土地だそうです。でもそんなネゲブには年に一度大量の雨が降って、その雨は川となり、草一本生えてない土地がもう瞬く間に緑の大地へとよみがえるのだそうです。今地球は温暖化による異常気象、大地震、もう本当にもう目を覆いたくなる恐れと不安に覆われています。しかし主が与えてくださったこの天の賛美によって、ネゲブの川が回復したように、すべてのものが癒され、光を放ち、共に主を褒めたたえるものとなると信じます。それではネゲブの川のようにを賛美します。So
Thank you.
金を携え涙を流して出ていく者は束を携え喜びの声を上げて帰ってくるであろう。主ありがとうございます。あなたのこの慈しみ、憐れみ、この御霊が全地を潤し覆ったことを主ありがとうございます。あなたの平安が、幸いがすべてのものになりますように。感謝しすべてを委ね主はあなたの皆を通して祈ります。アーメン。